こんにちは、南です。南半球オーストラリアから、ご案内しています、今回ご案内するのは、オーストラリア・クイーンズランド州での不動産購入の流れ。今回の内容は、永住権等のビザをお持ちの方対象の内容となっております。では、順を追ってご案内いたします。1番、まずご自身がどういった条件で探すかというのを考える必要があると思います。例えば予算とか、ベッドルームの数、地域、その他、例えばプールがついているとか、いろんな要望あると思うんですが、そういったご自身の希望の内容というのをまず決めるといいと思います。で、次はですね、物件の探し方、地元の新聞を見て探したりとか、街中に看板ですね、家の前とかに看板、フォーセールとかで出てたり、そういったのを見たり、で、今一番ポピュラーな探し方がインターネットを使って探す方法です。実際にね、インターネットを使っての物件探しっていうのを、今回のビデオの最後でご案内しております。で、その次が内覧となりますね。内覧する前に物件を新聞なりインターネットなりで見つけて、で、その探した物件の連絡先っていうのが必ず出てますから、そこに連絡をして、内覧のアポイントメントを取って、で、内覧と。で、ポイントはですね、本当の自分の気に入った内容であるかどうかっていう、それが一番大切なポイントで内覧されたらいいんじゃないでしょうか。で、その次がオファーを出す。いきなりオファー出すのちょっと怖いとは思うんですけど、一応ね、不動産を購入する際に、契約をした後、5日間のクーリンオフピリオドがありますから、それを知っておけば多少安心ですよね。クーリンオフピリオドだからといって、一切お金がかからないっていうわけではないですけれども、最大で物件価格の 0.5% のペナルティはかかりますけど、クーリングオフがあるっていうのは非常に安心かと思います。で、オファーを出す金額ですけれども、その物件とかですね、周りの物件の相場、そういったのをいろいろ考えてオファーを出すのがいいと思いますけど、目安としては販売価格の、5% とか 10%、マイナスぐらいがいいんじゃないでしょうか。もしくはね、極端に安い値段で買いたいっていうことでしたら、例えば、50万ドルで売ってんのを40万ドルで売ってくれとか、そういうオファーだと OK 出る可能性は極めて低いですけど、100件とかね、それぐらい当たれば1件ぐらいは、そういったのに当たる可能性はありますんで、バーゲン物件を探したい方は、根気よくいろいろオファーを出すのもいいと思います。で、続きましては契約ですね。で、契約に関しては5つ大切なポイントがあるんですけど、まず契約の金額。これは例えば50万ドルで売ってる物件を45万ドルでオファーを出して、で、何度かやり取りしてですね、例えば45万ドルじゃダメだけど、例えば49万ドルでどうって売り主さんが言ってきて、で、あなたが例えば46万で売ってくれ。じゃあ48万でどうだ。じゃあ47万でどうだ。で、例えば47万5千ドルで双方が合意したとしたら、それが契約の金額になります。で、次、デポジットの金額。これは特に決まってはないんですけど、我々不動産業者はね、できるだけ多くのデポジットをいただきたいところなんですが、買い手さんの方はですね、できるだけ安めがいいと思いますので、例えば1000ドルとか2000ドルとかでも十分いいかと思います。で、次、ビルディングとペストのインスペクション。これがプロの建物建築士と、検査士ですね、と、ペスト、例えばシロアリにやられてないかとか、そういったのをプロに見てもらうインスペクション
がここに書いてある内容なんですけど、これ両方やらなきゃいけないことはないですけど、まあ、やることを強くお勧めします。費用はですね、普通の一軒家でビルディングインスペクションとペストインスペクション両方でどうでしょう、700ドルぐらいじゃないですかね。で、例えば700ドル払ってどっかで水漏れが見つかったりとか、シロアリがいるとかっていうのが見つかれば、契約も破棄することもできますし、それらの問題があるから、例えば47万5000ドルで契約の金額が決まっていたとしても、そこから5000ドル引いてくれとか、まあ、そういった価格交渉に再度持っていけることも可能です。まあ、このビルディングインスペクションとペストインスペクションは、まあ、やって損はあんまりないと思います。ぜひやりましょう。で、その次はホームローン特約ですね。これホームローン組まなきゃいけない人だけ対象になりますけど、ホームローンもし通らなかったらこの物件買いませんよっていう契約にしておけば、もちろん、ホームローンが通らなければ、その物件を買う必要はなくなっちゃいますね。まあ、残念ながら買えなくなってしまうんですけれども、まあ、このホームローン特約も、お金を借りる人はぜひ、つけておくといいと思います。で、引き渡し日、まあ、これ通常契約日から30日後とか、45日後、60日後、90日後っていうのが大体一般的ですね。まあ平均でどうでしょう、60日後に引き渡しっていうパターンが多いと思います。で、その次が司法書士の手配ですね。で、さっきの契約が決まったら、売主さん、買い主さんともに、司法書士を介して、書類やお金などのやり取りをするようにこっちではなってます。まあこれは必ずやらなきゃいけないってことはないですけど、どうでしょう、 95% 以上の方が司法書士を利用して、こういった売買のやり取りですねをやっています。まあ稀に自分でやる人いますけど、自分でやる人も元司法書士とか、弁護士とかですね、自分でそれらの、業務を完全に把握している人が自分でやるっていう感じで、通常のね、こういった業務経験のない方は司法書士を利用しましょう。で、最後に引き渡しですね。で、引き渡しの前日に物件の内覧をすることをお勧めします。引き渡しする寸前になってですね、家の中があまりにも変わっていたとか、例えばエアコンがついてるはずなのにエアコンがなくなってるとか、まあ、そういった場合が稀にありますんでね、一応引き渡しの前日に、もう一度内覧をして家の中の状態がね、問題ないっていうことを再度確認してから引き渡し、で鍵をもらうのは、弁護士からもらう場合もありますし、まあ、我々のような不動産業者からお渡しすることもあります。特にその辺は決まりはないです。では実際にインターネットを使って物件を探していきましょう。まずですね、このウェブサイト、realestate.com.au、オーストラリア最大の不動産サイトになっています。情報量ナンバーワンだと思います。で、このトップページに buy とか rent とかいろいろあるんですけど、今回は購入なんで buy、このタブをチョイスします。で、その下が地域を入れるところですね。ここは、レッドリンチっていうところを入れてみましょうか。まあ、私住んでるところなんですけど、レッドリンチっていうケアンズから郊外に車で20分ぐらい行ったところなんですけど、で、ここオールタイプっていうところ、このドロップボタンをクリックすると、タイプが出てるんですけど、これが戸建て、その下、アパートメント、ユニットっていうのが日本でいうマンションですね。で、その下、タウンハウス、ビラ、ランド、これが土地だけです。下、エーカレッジ。エーカレッジが1エーカー以上の土地のある物件ですね。で、1エーカーが1226坪になりますね。で、その下が農業、農地ですね。リューラルっていうのが農地になります。じゃあ、今回は戸建てで探してみましょう。
で、次、予算の最低、あ、ごめんなさい、ベッドルームですね。ベッドルーム、最低でも例えば3ベッドルームで、最大で4ベッドルームでやってみましょう。で、これが値段ですね。値段は最低、40万ドル。で、最大で42万5000ドル。これで、検索してみましょう。で、ここにですね、サラウンディングサバーブスって書いてあるのが、このレッドリンチ近郊の物件も探したい場合は、ここにティックを入れるんですけど、まあ、今回はアンティック、ティックを入れずに探してみましょう。じゃあ、これでサーチをかけると、この条件に合う物件が7つ見つかりましたね。一番上、これアンダーオファーって書いてあるのが、もうすでに誰かが契約を今進めてる段階っていう意味ですね。プール付きの戸建てです。で、その下も43万ドル。これも、これがプール付きですね。これもプール付きになってます。その下がオファーズ、40万ドル。の上の方から、最低でも50万ドル前半ぐらいでオファーをしてくださいっていう内容ですね。で、その下が43万ドル、プール付きの戸建て。この下、アンダーコントラクトになってますから、もう誰かが契約しちゃってますね。で、その下が41万9000ドル。で、その下もが39万9000ドル。以上でオファーを出してくださいっていう物件ですね。じゃあ、これを見てみましょうか。この物件ですね。山の近くにあって、で、ビデオもありますね。写真を見ていきましょう。プールがあって、プールの横に大きなパティオがあって、裏に大きな倉庫がありますね。パティオ大きいですね。デッキになってます。で、これ多分玄関の写真ですかね。リビング。多分ペンキ塗りたてっぽいですね。で、これがキッチンですけど、キッチンもリノベーションして間もないような感じがしますけどね。ベッドルーム、バスルーム。ベッドルームです。子供部屋でしょうね。これもベッドルーム。子供部屋。で、お庭とプール、さっきとは逆方向から撮った写真ですね。で、これが裏の倉庫、もしくは車庫とかなるんでしょうけど、そこそこいいサイズだと思います。これが家の前の写真ですね。はい。あとプールですね。プールの写真が2枚、3枚。これ、子供の遊ぶような子供用のお家が裏にありますね。じゃあ、この物件のビデオもちょっと見てみましょうか。この物件をじゃあまず見てみようと。あ、ごめんなさい。この物件の詳細をもうちょっと見てみようっていうことでしたら、ここにいろいろ書いてありますね。これを読んでみて、じゃあこれを見てみようっていうことになったら、ここの Get in Touch っていう、ここをクリックすると、エージェントさんにいろいろリクエストを送るフォームのページに飛びます。で、ここで
あなたのお名前とか E メールアドレス、電話番号で、私はこの物件を内覧したいですみたいな内容ですね。まあもちろん全部英語になるんですけど、それを書いて送ると内覧の日が決まって、物件を見て、まあ、気に入ったらオファーを出して契約、まあそういった流れになります。今回もご視聴ありがとうございます。